ゲットスマートは2008年公開のアメリカ映画。制作はワーナー・ブラザース。スパイアクション要素のあるコメディ作品。原作は1960年代にアメリカで制作され、日本でも放映された同現代の人気テレビドラマ、ソレイケスマート。かつて国際犯罪組織カオスと戦いを繰り広げていたアメリカの秘密情報機関コントロールは、公けには、 冷戦戦のの終結にに伴いいいいい解体されたたたことになっててししかし水面下でははコントロールの戦いは今も続いていたマックスウェルスマートはコントロールの敏腕分析官として働いていた。しかし、マックスウェルは地味なイメージの内勤ではなく、花形である現場エージェントとして活躍することを願い、昇格試験を受験し、7回目の受験で念願の合格を果たした。しかし、 チーフから、組織一の分析官がいなくなるのは困ると言われ、エージェントへの昇格を見送られてしまう。ショックを受けたマックスウェールは、気晴らしに街を散歩するが、彼が散歩から戻ると、コントロール本部がカオスの襲撃を受けて壊滅していた。さらに、エージェント全員の個人情報が奪われてしまい、各地でエージェントが殺されていく。 昇格を見送られていたマックスウェルは急遽エージェント86としてカオスを追うことになり、整形手術を受けたばかりでカオスに顔が知られていないエージェント99とコンビを組みカオスを追ってロシアに向かう。分析官として収集した情報からカオスが核爆弾を製造していることを突き止めたマックスウェルはカオスと関係を持つクリスティックのパーティーに潜入する。 相棒のエージェント99はコントロール1のエリートエージェントだったため、事務方のマックスウェルを相手にしていなかったが、彼の優れた観察力や分析力を見て、次第に協力し合うようになり、協力してクリスティックを射殺し、核爆弾の製造工場となっているモスクワのパン工場に向かう。二人は別々に工場に潜入するが、マックスウェルが カオスの幹部シーグフリードに捕まってしまう。しかし、マックスウェルは脱出に成功し、あらかじめ仕掛けていた爆弾を起動して、工場を爆破する。合流したエージェント99と脱出しようとするが、殺し屋のダリープに追いつかれてしまう。マックスウェルは収集した情報をもとに、家庭の不安に悩むダリープを慰めて、味方に引き込み、工場からの脱出に成功する。 工場の一件から二人は信頼を深めるが、マックスウェルが発見したと報告した。核物質が工場後から発見されなかったことから、チーフとエージェント23はマックスウェルがカオスのスパイだと断定し、彼を拘束する。一方、核爆弾を手にしたシーグフリードはアメリカ政府を脅迫するが、副大統領は話を全く聞こうとせず、シーグフリードは見せしめとして、 アメリカ国内で核爆弾を爆発させることに決める。チーフはエージェント23.99を連れて大統領の元に報告に向かい、ダリープから情報を得たマックスウェルも官房を脱走してチーフたちの後を追う。誤解が解けてエージェントに復帰したマックスウェルはチーフたちと共に大統領が出席するコンサート会場に向かうがアメリカがクレットサービスに 追い返されてしまう。その時、マックスウェルの放射能探知機がエージェント23に対して反応を見せ、彼がカオスのスパイだったことが判明する。エージェント23は99を人質に車で逃走し、マックスウェルとチーフは小型機に乗り込み二人を追跡する。マックスウェルは車に飛び乗りエージェント99を助け出して23と戦うが、車が 線路に入り込み列車と衝突する。ま一発で脱出したマックスウェールは、チーフとエージェント99と共に、コンサート会場に戻り、核爆弾の起爆を阻止する。逃走中の車の中で爆発が失敗したことを知ったシーグフリードは、再起を目指すが、その際にダリープの妻をブス呼ばわりしたため、怒った、彼に車から川に投げ出されてしまう。事件が解決した後、 マックスウェルは正式にエージェントに昇格し、エージェント99と公私ともにパートナーとなる。本作と同じくヒットが見込まれていた愛の電動シラブグルと同日公開だったが、全米興行収入は初登場1位を記録。一般公開初日2340万ドル、週末の段階で3900万ドルを獲得。公開4週目で1億ドルを突破。 ロッテントマトズには215件のレビューが寄せられ、支持率51%となり、ゲットスマートは、スティーブ・カレルの笑いの魅力を引き出しているが、結果的には、ごく普通のサマーコメディですと批評している。メタクレッティックでは34件のレビューに基づき、54、100点の評価となっている。ロジャー・イーバートとエンターテインメントウィークリーのリサ・シュワルツバームは、好意的な評価を与えている。 シカゴサンタイムズのリチャード・ローパーも今年最も楽しめる映画の一つと評価している。批評家、ジェームズ・ベラルディネリも高評価を与えている。デイリーニューズのクレーン・ウィップは驚くほどひどい映画と酷評し、サンフランシスコクロニクルのミックラ・ラサールもとても笑うことはできませんでしたと酷評した。ロサンゼルスタイムズのケネストゥランはそれは笑いを無視したアクションが増幅していき、 とてもエキサイティングなスパイ映画になってしまったと批評している。本作のスピンオフとして劇場非公開作品ブルースアンドロイドの僕らもゲットスマートがワーナーブラザースによって制作された。本編では脇役だった開発者コンビに焦点が当てられている。本国では本編と同じく PG-13 指定72分。監督はジルジュンガー。 脚本は、トム・ジェイアッスする及びマット・エンバー。出演者はマシオカ、ネート・トレンス、ジェイマ、メイズほか、アン・ハサウェイもゲスト出演している。2008年10月7日にワーナー・ブラザースとビレッジ・ロード・ショー・ピクチャーズが続編の制作を発表し、スティーブ・カレル、アン・ハサウェイ、アラン・アーキンが続投することになった。2010年7月にカレルは、 続編のプロットを受け取ったことを発表した。彼は続編への出演に意欲を見せたが、具体的な脚本が執筆されるまで待つことを明言した。2013年には、カレルは続編が制作される可能性が低いことを示唆した。しかし、12月に、ピーター・シーガルは、カレルが書いた面白い脚本を元に近いうちに続編が制作されると述べた。ありがとうございます。